ということですけれども、恩師の伊藤監督の写真を持ちながら涙の優勝会見の後のこの満面の笑み、都内のパレード行われています。あのインタビューでのやり取り、言葉の豊かさ、面白さというのもそうでしたけれども、人間性というのがすごく徳勝龍関はあるんだなということを、多くの方々が昨日の一番の後、この時間も含めて感じ取った方が多かったと思います。どういった力士で、どういった強さがあって、詳しく今日はスタジオで見ていこうと思います。ゲストご紹介いたします。相撲リポーターの横野玲子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、異例尽くしの、この優勝ということになったわけなんですけれども、その徳勝龍ってどんな、力士なのかということなんですが、はい、初土俵が2009年、そして新入幕2013年、最高位前頭4枚目ということなんですけれどもね、出身が奈良市です。で、奈良県出身力士、98年ぶりの優勝で、あの奈良県というのは相撲発祥の地というふうにも言われたりもする中で、待望のこの優勝ということになりました。で、しこ名の理由、お父さんに取材したところこんな理由だそうです。徳、これは奈良県から高知県に行って、高知県でその明徳義塾高校で相撲を強くした、その明徳の徳、はい、さらには VTR もありました恩師の伊藤勝人監督の勝、これが勝ですね。で、龍、これが、高校時代など修行場所として、体力強化に努めた昇龍寺というお寺があるそうで、そこの龍から取ったのではないかということで、徳勝龍というしこ名になるそうなんですよね。横野さん、本当に人柄がにじみ出る。本当にね、あんまり私たちも取材者もこうエピソードを知らなかった、ノーマーク的な方だったんですけれども今回これで、そして館内のインタビューで一気にみんなすごい喋れるじゃないかみたいな感じになってたんですよ。で、今朝の一夜明け会見というのがあったんですけれども、それも40分ぐらい応じてくれて、その後写真撮影も30分以上で、みんなの記者の方だけの囲みもあって、結局1時間半から2時間ぐらい対応してくれて、で、一番最初の方に14勝しましたけど、正代関は13勝でしたね。で、正代関に申し訳ないって言うんですよ。で、それは正代は上位全部に当たっての13勝で、本人は幕尻なので番付上上には当たらないところでの14勝だから、逆に申し訳ないと思ってます、そんなことまで言う、徳勝龍関の責任ではなくて番付でそういう風なルールだから仕方のないことで、でも最後に文句ない大関を倒したから、みんな納得してみるのに、そういう風に言うぐらいの人です。なんかこんなにユーモアが関西出身ですから笑いには厳しい。やっぱりそこら辺の人を笑かせようっていう、どっかでやっぱり持ってるわけですよね、はい、お母さんとお父さんにいつも家族の中でボケとツッコミを学んできたっていう。ただね、優勝決めた時、私たまたま見てたんですけど、もう本当誰はばかることなくもう大号泣だったじゃないですか。でもお父様も大号泣で、大号泣見ててこっちも本当にもらい泣き、そうですね、はい、しましたね。奈良と東京で同時期に親子が泣いていたって本人も言ってました。親父と同じ泣き方してましたわお母様も結局東京国技館まで行かれたんですね、はい、来なくていいって言ったけど、周りの人にもう絶対行ったらいいからって押されて、じゃあお父さんは奈良で任したって一人でいらっしゃって、そうだったんですか、はい、でも勝間さん絶対人気出ますね、このおしゃべりで、もうその初めてこのキャラクターで、もう本当にまあ失礼ですけど初めて名前も聞きましたし、ましてその幕尻っていう言葉自体も、ね、幕内とかいうのは聞いたことありますけど、幕尻っていう、その一番最後のこの17枚目のことを言うわけですか。そうなんです、一番下だから。先場所十両優勝されたんですけれども、番付運が良くて幕の内に上がれたんですけれども、もしかしたら十両の筆頭だったかもしれない。あ、そういうことですね。なんか幕尻ってねえ、っていうネーミングですよね。幕の尻、ね、ということですけども、はい、うん、こちらご覧ください。本当にこれまで幕内にほとんどいたことがなかった。2019年の本当にこの5月、そして今回という状況だった。まあ、そこから優勝したし、城西大の下克上と言われているんですが、なんで急にこんなに強くなったのかというところ、横野さんはこのようにね、おっしゃるんですよね。やっぱりこの2人が大きいのではないかということなんです、うん、2人の恩師から受け継いだ強さがあるのではないかということなんですね。先ほども何度も出てきましたが、近畿大学相撲部の伊藤勝人監督、はい、
その場所中に亡くなられたということなんですけれども、まさに徳勝龍をプロの道へと誘った恩師、その伊藤監督の教え、今日の会見でこう語っていました。本人が言ってます。監督は叩いてもいいよ、その代わり前に出て圧力をかけてから叩けというふうに言ってくれた。大体の指導者はとにかく前に出ろというふうに言うらしいです。突き押し相撲って叩いたりするのはもう引いたらダメって言われる中で、叩いてもいいよ、その代わり突き押しをするときに圧をかけて、だから引きが有効なんだっていうことを言って、叩きをダメだって言わなかったっていうのが迷いなくできた。そしてもう一人、横野さんが挙げたこの方です。はい、部屋がですね一時閉鎖された時にですね、その一時期預かってくれたもう一人の恩師というのが元横綱北の海親方、はい、ね、亡くなられたわけですが2015年、はい、この北の海親方の教えというのがこちらです。これも本人が言ってます。突き押し一本の相撲だったんですけど、北の海親方にお前は左四つでいけと言われ、試してみたらしっくりきた、四つ相撲でいけというふうに言われたということなんですね。ちょうどね、あの部屋合併した時に幕下で低迷してたんです。なかなか関取に上がれなくて、その時に、まあ、高校からずっと突き押しでやってきたのに、はい、北の海親方が合流して 2,3 場所目の時に急にあのちゃんこを食べてたら、お前は力はあるんだから自分で突き押しだと思ってるけれども、あの左四つでいけって言われて、で、ね、北の海さんにそう言われたら、はい、ちょっと試してみようと思って、あの身を見まねで型を身につけたと。それが昨日の相撲で行きましたよね。しっかり組んでいく、はい、大関相手に突き押しだと、貴景勝関の方が突き押し相撲ではやっぱり番付上上だと思いますけど、四つに組んだから、だから徳勝龍の勝機があったんだと思います。もう一回見てみましょう、昨日の取り組みです。はい、一番で行きたい、一番、ね、こう当たって、そして引いて、四つを取りに行って右上手、こうなるとね、大関といえども苦しいですよね。はい、ですから横浜さん、これあの2人の教えがまさに出たという、うん、今場所はやっぱり突き押しも冴えてたのはやっぱり伊藤監督、それから6日目の夜に亡くなられたんですけれども、なんとかあの恩返しをしたい、そのためにも一つでも白星をという思いで15日間頑張ったっていうことと、北の海さんの教えが大事な時に四つに組んだこの聞いたわけです、ね、肩が身についてあれですね。斉藤さん、やっぱりね、恩師の言葉ってすごいですね。いや、そうですよね。あ、すごいわ。僕もやっぱ先輩にあのお前はハゲネタやれって言われて、しっかり言ってました。生きてますよ、やっぱり。そしてね、文字が言ってありがたいですね、恩師はね。ありがたいですよ、気づかなかったですもん、やっぱさ。その斉藤さんと同じように、はい、同じように支えてくれる、はい、支えてくれる存在が、はい、その存在あるわけですよね、はいはい、我々取材をしました、はい、2016年に奥様の千恵さんと結婚をされているわけなんですけれども、はい、どんな人なのか、支援者に取材するとこんな人だということが分かってきました。過去に中国へ留学経験があって、外国語が堪能、もちろん中国語であったり、あるいはフランス語などもいけるという、そんな話もありました。そして弁護士事務所に勤務をしていて、とても謙虚な性格で、取材をしたディレクターは非常にふんわりとした柔らかい雰囲気を持たれている方だということなんですね。で、グッドインタビューしました、はい、こんな風に答えてくれました、はい、優勝決定の瞬間どのように迎えましたか、緊張して見られなかったので、国技館の廊下に一人でいました、勝ったことは連絡が来て知りました、そうですね、今の気持ち嘘みたいだなってふわふわしてます、いつもの夫じゃないみたいで変な感じです。場所中の徳勝龍の様子、ずっと何も変わらなかったので、なんでこんなに勝ってるのかなって思っていました。ですから勝利の秘訣はもしかしたらこういうところなのかもしれません。奥様のほんわかとしたその性格が徳勝龍のプレッシャーを軽減したんじゃないかなというふうにもちょっとね、想像できちゃう。でも見たらね、井岡さん、徳勝龍さんもさんだって言っちゃいけないんですけど、なんかほんわかしてますね。そうなんですよ。そうだから、徳勝龍さんとこの奥様のこの謙虚な性格とほんわかした性格が、もうお二人ご夫妻が本当に微笑ましいというか、ほんわかね、ね、してます。で、二人の出会いもね、非常にほんわかしてるんです。結びつけたのはカレーだそうです。徳勝龍関はお母さんに取材しました、我々、はい、お母さんの手料理の中でカレーが一番好きだということなんですね。で、その千恵さんと徳勝龍関が出会ったのはやっぱりカレーなんですね、はい、錦糸町のカレー店を徳勝龍関が訪れて、はい、その時にそのカレー店の店長が、あ、
そういえば千恵さんって相撲好きだったなと思い出して、お相撲さんいるから見においでというふうに店長が千恵さんを呼んだそうなんですね。これで出会った、はい、でグッディ取材しました。徳勝龍関の好きなところはどこでしょうか、はい、あんまりピリピリしない人でずっと穏やかで一緒にいて楽しい、二人とも癒し系、横田さん。でもさすがに、まあ、千秋楽まで来て優勝の勝機が見えてきたらピリピリしますよね。しますよね。でもあの今日関取言ってましたけど、はい、もう僕は緊張してたと正直言って、はい、後半になると、うん、でももう家では一切相撲の話をしないで、うん、あの奥さんが、うん、あのほんわかしてくれてたのが、もう女の人って強いですねってあの本人が言うぐらい、いやほんわかして、奥様は奥様で、あの私はピリピリしてたけど関取があの、うん、ほんわかしてくれたので救われました。お互いにそういう風にやってる感じ で出会ってから1ヶ月でもう関取はもう可愛い奥さんですから気に入ったんです。でインドネシア巡業が当時あったんですって、はい、であきっかけが欲しいから電話して、はい、インドネシア巡業のお土産買ってきましたから、あの会いましょうって関取が電話してありがちな手伝ってでお土産何を買ってきてくれたんですかって言ったら、あの冷蔵庫の横につけるマグネットえそれだけって言ったら、あそれとあの巡業で使った座布団もいただきました、スカーフとか財布とかないんですか、いえそんなのでも嬉しかったです。そういう人でなきゃ関取の奥さんにはなれないですね。そうですね、マグネットだから。野郎さんの取材量やたら何でも知られちゃうよ。そんなら細かい、こんなに細かい、はい、すごいな、マグネットとお座布団でね、結ばれた、あとカレーで結ばれたご夫婦で本若、本若で掴んだ優勝だと思います。ここまで横野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。